こんにちは。ハートありがとうございます。こんにちは。こんにちは。なんか昨日前髪を切りすぎたせいで、なんか前髪を切りすぎたせいで前髪がちょっと悲惨なことになって、何回もやり直しちゃった。結局今巻いてない。結局何回もやり直して、結局今巻いてないです。前髪、もうどうしよう、前髪切りすぎた。切りすぎたし、適当に切りすぎた。切りすぎたっていうのもあるし、適当にやりすぎたっていうのもある。適当にやりすぎた。こんにちは。ほら、もう長さがもう違うもん。ここら辺適当に切りすぎたんです。昨日とりあえず長いのが嫌で適当に切ろうと思ってもペペペって切ったら後悔しました。後悔しました。こんにちは。暑い、めちゃめちゃ暑い。とりあえず前髪が変っていうことだけがすごい嫌な。ほら、わかる？もうこれとか短すぎじゃない？これとか切りすぎでしょ。一つだけなんか変な。こんにちは。
にちは。暑い、本当にめちゃめちゃ暑いですね。こんにちは。お腹空いたな。もう本当にもうここ最近ずっとマックが食べたくてここ最近ずっとマックが食べたくて、もうマジでマックのことばっかり考えてるんですよ。ずっとマックのことばっかり考えてる。配信の後マック行くよ。いいなぁ、いいなぁ、羨ましい。ハワイアンバーガー3種類全部食った。やばっ、めっちゃ羨まじゃん。いいなぁ、めちゃめちゃマック行きたい。本当にダメだ、今日の前髪、今日の前髪というか昨日からダメなんです。本当気になるものが出てくる、どんどん切り忘れの毛が。チーズロコモコしか食べて、あ、美味しそう。あ、ひなさん、チーズロコモコとあともう一つのなんかポテトなんちゃらみたいな、その二つが食べたいんだよね。その二つが食べたい。前髪自分で切ってますよ、もちろん。私前髪だけはどんなにプロの美容師さんでもお願いしたくないんです。もうこだわりっていうか、ちょっとこうね、やっぱ髪の毛ってさ、こうしたいって伝えてもやっぱり自分の思い通りにならないじゃないですか、病院で。だからやっぱり自分がやるのが一番いい。うるさいな。こんにちは。辛いの好きだからガーリックシュリンプ食べたいかと思ってた。うん、エビ入ってるから。いや、エビ入ってるから、まあ別に食べたら美味しいだろうけど、エビはね、エビは別に嫌いではないけど、そんなに好きでもないので、あんまりです。そう、それ以外を食べたい、それ以外を食べたい。そう、ハワイアンバーベキューざく切りポテト、ハワイアンバーベキューざく切りポテト&ビーフ、
それ食べたい。それめちゃめちゃ食べたい。そう。てか普通にもうポテトが食べたい。マックのマックのポテト大好き。マックのポテト大好き。うん、ポテト&ビーフめっちゃ美味しそう。こんにちは。今日ずっと雨で、あ、ほんと。こっちはね、少し青空出てるけど、ほぼほぼ曇り。ほぼほぼ曇り。ちょっと連れてきていいですか？うるさいので。なんかニヤに通せんぼされてるんです。ちょっと待っててください。エルモンのこと連れてきます。来ました。なんかね、玄関にニーヤンが、玄関っていうか階段の下にニーヤンがいて通れなくなってました。ハートありがとうございます。おいで。あーだだだだ。おいで。もうね、本当に甘えん坊なんです。ひっくり返ってる。おいで。何してんの？ちょっとさ、なんとか。おいで。ちょ。甘えるか。赤い服。ゆうくんさ、ゆうくんやっぱ男の子だからさ、こういう服の方が似合う。またありがとうございます。ねえ、本当にちょっとそろってやめて。うんうん、毎回エル君服おしゃれない。あ、嬉しい。よかったね、エル君。わかったよ。うん。こんにちは。
ねえ、すごい。顔舐められるとファンデーション落ちない。あ、塗ってないから大丈夫塗ってないから大丈夫です。そうそう、多分塗ってないから舐めてるんだと思う。多分ファンデーションつけてたら多分ね、嫌で多分舐めないと思います。多分なんか人面犬みたい。なんか人みたいな顔してない？エル君って。こんにちは。ほっぺが気持ち悪い。やめて、ほんとやめ。こんにちは。空中舐めてね、あのね、空中舐めるの好きな子いるんだよね。モナカとかめっちゃ空中舐めるの好きなの。モナカ、おばあちゃん家のモナカ。空中っていうかその空気、風を舐めるのが好きで、風を送るとめっちゃペロペロするの。だから扇風機の風とかめっちゃペロ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 してるの。風を舐めるの好きな子いるんだよね風を舐める子好きな子いるんだよね。うんうん、そう、なんか味すんのかな風に風味すんのかな。何なんだろうね、あれめちゃめちゃ気になる。なんか男の子だね、やっぱり男の子っぽい服が似合う。ね、そう、エアペロペロ。エアペロペロ。雨とか、雨か、舐めてないと思います、雨は。でも舐めてんのかな。いやでもそんなに見たことないかも。雨は舐めてる。ねえやだ、もう右頬エル君のよだれだらけになっちゃった今日。ねえエル君、ねえエル君、ニーアンペロペロしない。ニーアンね、舐めるときは舐めるよ。でもこうやってエル君みたいにもう日常茶飯事は舐めないです。日常茶飯事ペロペロはしないかな。ニアンはこう甘えてくるときだけちょっとこう手舐めてくれたりとかはします。ニアンカジカジのイメージ。確かにニアンめっちゃカジカジするんですよ。で、ね、髪の毛とかめっちゃ好きなの。人の髪の毛とかをこうカシカシした時のこの感覚わかるかな。髪の毛ってさ、ちょっとこうなんて言うんだろう、カシカシするじゃないですか。その感覚とかめちゃめちゃ好きみたいで、めちゃめちゃ目の前に髪の毛があるとカシカシしてくる。それも痛む原因なんですよねそれも私の髪の毛が痛む原因の一つ。
そう、ニアンツンデレだからね。ニアンツンデレ。日光で髪の毛って痛むやん。めっちゃ痛むよ。めっちゃめちゃ痛む。もう一日めっちゃ日の当たる外とかやると、まあでも人による、本当に強い髪の毛の方は多分全然そんなの気にしたことないと思う。私は本当にちっちゃい頃からめちゃめちゃ髪の毛が痛みやすい髪の毛だから、すごく感じる。ちょっと外に出ただけです、なんかもう色変わったりとか、すぐ色変わるし、質感も変わる。全然髪の毛がね、強い方は多分そんなことないと思うんだけど、私みたいにすごく弱い方はすぐ分かると思う、外に出ただけで。そう、めちゃめちゃ痛む。もうだから昔さ、髪の毛金髪だったんだよね、痛みすぎて。髪の毛の毛先のここら辺がもう金髪で、痛みすぎて金髪だったんですよ。そんぐらい私、金髪になるぐらい痛むって相当ですよね金髪になるぐらい痛むってほんと相当ですよね。日光ブリーチ本当に、持ってない。マジで金髪だった、毛先が。本当に持ってない、ガチ金髪。いや、全部が金髪はないですよ。全部が金髪なわけではないんですけど、毛先がマジで金髪で、ここら辺本当にやばかった。毛先だけ金髪、日光ブリーチです。本当に日光ブリーチ。そう、でもなんだろう、普通に生まれつきっていうか、そう、髪の毛の色素が元から薄いっていうのもあるんですけど、そう、髪の毛の色素が元から薄いっていうのもあるんですけど、それとは別で本当に痛みの茶色もあったと思います。そう、痛みの茶色もあったかなと思います。ほんとやばかった。小学生の時金髪だったもん、毛先。もう痛みすぎて。でも私、なぜか小学生の時髪切るの好きじゃなかったんですよ。ずっと髪の毛を伸ばしてたいタイプだったんですね。ずっとそのなんかどこまで伸ばせるかみたいな、自分の中ですごいなんかどこまで伸ばせるかっていうのをすごくずっと思ってて、誰よりも髪の毛伸ばすぞみたいな目標が謎にあって、小学生の時だからずっと切りたくなくって、多分それで痛みに痛んで金髪だったんだと思いますそう、それで痛みに痛んで、ずっと切ってないから、普通に痛んだら切ればいいわけじゃないですか。普通に毛先金髪になってるなら切ればいいって思うと思うんですけど、私はすごくもう切りたくない、髪の毛ずっと伸ばしてたいっていう、なぜかすごい小学生の時謎のこだわりというか、なんだろう、どこまで伸ばせるかみたいな、そういう気持ちがずっとあって、だからずっと伸ばしてたの、毛先が金髪になるまで毛先が金髪になるまで。そう、染める前も少し茶色かっていうのは、そうそう、それはその元から私は色素が、あの髪の毛の色素が薄いので、元から私茶色めな髪色なんですけど、それプラス痛みもあったかなっていう感じです。そうそう、かなりロング、うん、めっちゃ長かったよ髪の毛、もうお尻下ぐらいまでありました。こんにちは。だからね、すごい小学生の時、でもそれでもまだあの時はなんか綺麗だったなって思います。それでもあの時はやっぱり、ま、毛先はま傷んでたけど、ここら辺は全然潤ってたと思う、当時は。
もなんか今はもうさ、もう全てが気に食わない髪の毛になっちゃった。全てが気に食わない髪の毛になっちゃった。そうだよ、結構伸ばしてた、お尻下ぐらい。やばいよね、謎になんかもう誰よりも伸ばして、もうすごい伸ばしてやろうみたいな気がずっとあって、小学生の時。なんでだろうね、なんでかわかんないけど、とてもとてもずっと切りたくないってなってたんですよ。謎だよね。謎ですよね。すごい、なんだろう、もう本当に全然髪の力が強ければ、髪一本一本ちゃんと強ければいいんだけど、すごい、なんだろうな、細いんですよ私髪の毛が。細いのに量が多いみたいな、本数が多い、細いくせに毛が細いくせに本数が多くて、めちゃめちゃ量が多いだから、一番なんだろう、すごく扱いづらい、もう潤いがない、すごく髪の毛に。もう染めてからよりね、私の髪の毛が本当に弱くて、髪の毛の質が、髪の毛が弱すぎて、ちょっとさ、もうまだ2回しか染めたことないのにさ、それだけでこんなに傷んじゃって、ブリーチしたら多分私ブリーチできないって言われるかも。ブリーチしたいですって言ったら、さすがに痛みすぎてできませんって言われるかもしれない。そんぐらい本当に弱いんですよ。あと多分髪の毛が弱いからブリーチできないですって言われるかも。傷んでるとかの前に髪の毛が弱いから髪質が多分すごい弱いからブリーチできないって言われる気がする。昨日ブリーチする夢見た、なんか謎に、なんでかわかんないけど昨日ブリーチする夢見ました。そういえば、これすごいな、どうすればいいんだろう。髪の毛に潤いがある人羨ましい、髪の毛に潤いがある人羨ましい。でもやっぱりちょっとお高めの何かを使ったりしたら変わるのかな、お高めの。まあ多分あと私は普通に自分自体が栄養がないので、多分髪の毛に栄養がいかないっていう生活をしてるから、多分それも悪いかなって思います。そう、多分私の体自身に栄養がないから髪の毛に行く栄養すらもないんですよ。多分私の体自身にも栄養がない、そういうことだから、多分髪の毛に届くまでの栄養がないっていう、そこも多分あると思うんですよね。そう、私の食生活が本当にやばいから、それも原因かなって思います。それも原因かなって。タンパク質、
何タンパク質って何取ったらタンパク質になるんですか。あ、そうね、わかめね、髪の毛わかめ、ね、わかめ、わかめ好きなんだけど、わかめスープとかすごい好きなんだけどな。あ、お肉でいいの。じゃあお肉めっちゃ食べてるはずなんだけどな。じゃあきっとそうだよ、それだけじゃないって。タンパク質は多分取ってるんだよ、それ以外のものがきっと足りない。なんか髪の毛にさ、こう潤いを与える、なんて言うんだろう、水分、なんか私的に水分が足りないなって思うんですよ、髪の毛に。だからもうなんだろう、もう根元じゃないな、こう芯から、髪の毛の芯から潤いを与えてくれるようなトリートメントに出会いたいな。難しい、すごく勉強してるみたい。難しいお言葉が並んでる。むずい。アミノ酸とアゼンだっけ、これ、アなんとか、アエンか、アエン、難しい。髪の毛ちゃんと乾かしてます、乾かしてます、乾かしてます、毎日ちゃんと。そうなんですよね。ついにミルランさん卒婚まであと1週間になったね。感想はしゃべり会で話す。 ありがとうございます。ねえ、なんかさ、すごいどんどんさ行きたかったな、めちゃめちゃどんどん近づいてきて悲しいです、すごく。頭皮のケアもした方がいい。難しい。何、もう何すればいいの。もう本当に最近の悩みが本当に髪質。とにかく最近の悩みはもう髪質なんです。髪質でしかない。なんかもう朝起きた状態じゃ家から出れない。きっと髪質いい人って絶対朝起きた状態でもうさ、アイロンしなくても絶対綺麗じゃん。でも私は髪質もそうだし量が多いんですよ、髪の毛の。まだどっちかがない、まだ髪質が良くて量が多いとかなら全然いいんだけど、それか髪質が悪くて量が少ないとかだったら全然ごまかし効くと思うんですよ。でも一番ダメなのが、多分髪質が悪くて量が多いことが一番ダメだと思うんですよ。もう量が多いのもすごい昔から悩みなんですよ。髪の毛の量が多いのが本当に悩みだよ、昔から。本当に量多いの見て、この髪の毛の量やばくない？もう本当にどこに行っても髪の毛多いですねって言われる。どこに行っても髪の毛多いですねって。すかないの。すくと髪の毛多く見えるんですよ。髪の毛ってすくと髪の毛もっと多く見えるんですよ。なんでかって重さがなくなるから。そう、
だから本当は透きたい、透いて薄く見えるもんなら透きたいけど、髪の毛を透いてしまうと髪の毛が軽くなっちゃってより広がっちゃうから透けないんです。だからもう本当に自分の髪の毛が嫌いすぎて悲しくなってくる。透いてさ、透いてそのままさ、ただ量が少なくなるならいいよ、いいけど逆に増えて見えちゃうのが悲しいところですよ。そう、女だからさ、女だからやっぱ下に垂らしてるわけじゃん髪の毛を。だから重さが必要なんですよ。そう、そう、でもまあだから美容院さんにこう綺麗になる程度に空いてもらってはいるけど、綺麗になるっていうか、その美容院さんならどうすけば綺麗になるかってわかるじゃないですか。だからそこはもう美容院さんにお任せして、もうギリギリ広がらない程度の透き具合でお願い してるけど、難しいんです本当に。まつげに映ってくれたらいいのに。ひな、昨日さ、マツパする夢見た。あのセルフマツパしてる夢見た。最近ずっとセルフマツパしたいなと思ってて、今日夢の中で自分がセルフマツパしてて、なんか自分のまつげがあまりにも言うこと聞かなくて、超何時間もかけてセルフマツパした夢。もうめっちゃ何回もこうやってやって、あ、なんで言うこと聞かないの、こう上げてもピョンってまた下に戻ってくるんですよ、夢の中で。私のまつげが、私ってすごい逆さまつげなんですけど、ほら下向いてるでしょ、逆さまつげなんですけど、こうセルフマツパをするためにこう上に貼り付けるんですよ、なんかゴムみたいな、ここにゴムみたいなのを貼ってこうやってまつげを上に貼り付けるんですね。で、あ、やっと貼り付けたと思ったら、ピョンって貼り付けたものが、なんていうの、戻っていくんですよ。めちゃめちゃおもろくない？もうせっかく上に上がったと思ったら、その私のまつげがあまりにもそのなんていうの、そのね、いつも言うこと聞かないのが、こう上にやったと思ったらピョンって戻ってくるんですよ。夢の中でも言うこと聞かなくてびっくりしちゃった。そう、スイッチありがとうございます。うんうん、マツパしたい、マツパしたい。マツパしたらさ、すっぴんの時でもさ、ちょっと目の開きが良くなりそう。マツパしたいなって思ってる、ずっと。で、今日夢を見て改めてやりたいなって朝起きた時に思った。今日マツパする夢見て、朝パッて起きた時に、え、マツパか、セルフマツパ買おうと思って、ちょっと今探し中。もう夢に影響されて、でも夢の中では、そう、最終的にどうなったかというと、なんかね、最終的にもう無理やり強引にね、やって、何時間もかけて、もうめちゃめちゃ強引に何時間もかけてあげたんだけど、私のまつげがあまりにもその強力すぎて、ほんのちょっとしか上がらなくて、夢の中で結局私の憧れてたこういうまつげにはならなくて、まあちょっと逆さなのがクイッてちょっと平行になったぐらいにしかならなくて、夢の中で結果的に。それで、ああって
めちゃめちゃ全然上がらないじゃんみたいな夢でした。そう、下を向いてるまつげがちょっと平行になったぐらい、ほんのちょっと上がったけど全然このこうなってくれなくて、そう、それをまつばしようと思います。本当はね、なんかそういうプロの方にやっていただければいいんだけど、高いからね高いからね、本当に。だからセルフマツパ、セルフマツパゲットしようって思います。テラヘナもおすすめしてたし、すごいいいって言ってた。全然別に自分でも全然できるって言ってた。高いもんね、マツパ。やったことないけどやったことないけど、マツパ、ね、やりたい。夢がさ、正夢になったらどうしようもうさ、こうやってやるじゃん、ゴムにこうやってくっつけるじゃん、このここにくっつけるのにピョンってなったらピョンってなってさ、正夢になったらどうしよう。それでさ、もう無理やりやってやっとできたと思ったら、もう全然変わらなくて、ただちょっと上がっただけで全然理想にならなかったらどうしよう花束ありがとうございますそうだよね、やっぱでも松葉したいなってすごい思ってる、すごく思う。だってさ、やったらさ、毎日まつげに悩む必要ないんだよ。毎日あのマスカラしてホットビューラーして、マスカラしてホットビューラーして、あ、全然言うこと聞かないって言って何回もやり直して、その悩みがなくなるって思ったらやりたいなって。めっちゃセルフまつげから早めにゲットして、そしたらさ、朝すっぴんの時でもまつげ上がってんだよ。羨ましいよね、すっぴんでまつげ上がってる子。すっぴんでっていうか、もう生まれつきまつげが上向いてる女の子いるじゃないですか。普通にすっぴんの時でもまつげがもう上に上がってる子、超羨ましい。本当に本当に病む可愛い女の子見ると病む可愛い女の子いると病むし、自分に持ってないものを持ってると羨ましくて病むいいなみんな。でも可愛い子って大体みんなさ、大体みんなさあれだよね、なんかもう神様がさ、もう全てあげてるって感じ。可愛い子って大体みんなまつげ上がってるもう神様がもう元からそういう人生を与えてるんだなってめちゃめちゃ思う。ネガティブ漏れてる、やばいやばい。そう、まあ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 ね、まあセルフマツバやりたいなっていうお話です。セルフマツバやりたいなっていうお話です。うんうん、はいはい、ま
つげの長さなら負ける気がしない。いいなぁ。そうだから私今言った通り神様にもらってないんですまつげは薄いし量は少ないし長さも短いしそこなんですよ。こんにちは。だからねとりあえずセルフまつぱして少しはすっぴんの時でもこう目が可愛くなったらいいなと思います。やっぱでもまつげ上げてるとさ印象変わるよね。少しちょっとこうなんて言うんだろう、こうちょっとうんなんて言うんだろう、目がパッチリ見えるわけじゃん。誰に逆に誰にも負けないパーツはどこ？ないかな。ないかな。なんだろう。まあ嬉しい。鼻。ありがとう。もう鼻すごいみんなが褒めてくれて嬉しいです。でももうちょい理想はこんな感じもうちょい理想はもうちょいこうなんかね高く口の位置と鼻の位置がね難しいんですよね。すごい鼻だけは褒めてもらえるからめちゃめちゃ嬉しい。こんな感じそれは嘘です、それは嘘です。雰囲気も好き。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい。なんか昔すごいもうなんかなんかこんなこうね鼻に力を入れて自撮りするっていうのにハマってて昔もうなんかこんな感じここに力を入れて写真を撮るのにハマってて、そうするとちょっと鼻がちっちゃく見えるんですよそれめっちゃ昔ね、すごいめっちゃやってただから昔の自撮りね、やばいやつある昔の自撮りほんとやばい。なんか普通にここに力を入れてちょっと小鼻をピュッてちっちゃくさせるんですよ。鼻に力を入れてこうほらちょっとちっちゃくなったでしょでもちょっとね顔おかしくなっちゃう。いくよ、これが普通の鼻だったとしたらこうほらちっちゃくなったでしょ。こうやってちょ顔おかしいけど顔おかしいんだけど、こうやって自撮りするのにハマってた。そうすると鼻がめっちゃちっちゃくなるからそうめちゃめちゃ不自然なの、めちゃめちゃ不自然なんだけど、もう目も口も変な形になっちゃう。この鼻するとここに力入れるから、ほんとバカだよね昔の私。もういかに鼻を小さく見せるかっていうの
なんか私はすごいその今はこうやってみんなに花を褒めてもらえるようになったけど、その昔なんかすごい、昔じゃないな、中学生の時になんかこの花がすごいコンプレックスだったんですよ。なんかでかいって言われて、花がでかいみたいな感じでゴーヤって呼ばれてた時期があったから、なんかこの花ってダメなもんだんだと思って、それがきっかけで自分の花はでかい、自分は花でかいってめっちゃ思うようになって、それでこれを生み出したそれでこれを生み出しました。だからその本当に何回もこれ言ってると思うんだけど、 NGT に入るまで、あの NGT に入るまで自分の花が褒めていただけるものなの知らなくて、 NGT に入ってすごい花を褒めてもらえるようになって、なんか横を向いた時のなんだろう、このデカスがキモくて大っ嫌いだったのマジでなんかいつも学校行く前に鏡をこうやって横にして自分の横顔見てマジブスと思いながら学校通ってたんですよそうだからすごいこれがいいものだったっていうのをすごい知らなくて、すごいみんなに褒めてもらえるようになって、そう、それで、そう、本当に今まで鼻の悪口言われてきたことしかなかったから、でかいみたいな、でかいみたいな悪口ばっかり言われてきたから、あ、こんななんか横向いた時のこのなんだろう、なんか形がキモいなってずっと思ってたんですよ、気持ち悪いなって。そう、 NGT に入って褒めてもらえるようになったから、もうずっと横顔で生きていこうって決心したんですもう横顔で生きていこうって決心したんです、みんなが褒めてくれるから。ずっと自分の鼻がめちゃめちゃ嫌いで、めっちゃ嫌いだった。毎日学校行く前ね、鏡こうやって横にやって、こうやって自分の横顔鏡でさ確認して、マジ気持ち悪いって思いながら学校行ってたの、めっちゃ懐かしい。毎日なぜか横顔確認してたの毎日横顔確認して、あ、今日もやばいな、でかいみたいな思いながら学校行ってた本当に懐かしい。なぜかいつも毎日横顔確認してた。なんか鼻がでかいって言われてから、それがすっごい気になっちゃって、鼻がでかいっていうのを言われ始めてからもう気になりまくって、毎日変わってないかな変わってないかなって確認しながら学校行ってたそう、でもね、みんながたくさん褒めてくれたおかげで、これはいいものなんだと思って、横顔見られるのすごい嫌いだったけど昔は、今はもう写真撮るときとか顔が漏れないときは横顔に逃げるすごいさ、顔がの漏れない日は横顔で撮っとけばまあなんとかなるみたいなそう、正面の顔漏れないなっていう日はちょっとこう横にして横にしとけばなんとかなるっしょみたいな気持ちです今はそう、あと目つむりがち、いやそれもねちょっとコンプレックスが原因なんですよ。私目ちっちゃいからその目開けてても漏れることあんまないんですよ。でもそのコンプレックスの目を閉じてしまえば、この人が目どのくらいの小ささなのかってバレないじゃないですか。だから目閉じると意外とねいけるんですよ。だから私ね、写真撮ってる時目閉じがち、自分の目の大きさを隠しがちっていうのかな、そう、
やっぱ目閉じてしまえばさ、この人が目を開けた時にどういう目なのかってバレないじゃん。それでつむりがちなんですよね。本当にめちゃめちゃつむっちゃう。花束ありがとうございます。こんにちは。目閉じてるのも可愛いのよ。ありがとうございます。嬉しい。なんかエゴサした時になんか目閉じてる顔こけしみたいみたいなツイートを見つけて、あ確かにと思って、めっちゃ似てるかもと思って。ひなってめっちゃこけし顔じゃない？なんかエゴサしてたらなんかひこちゃんの目閉じてる顔めちゃめちゃこけしに似てるみたいなツイートを見つけたことがあって、確かにと思って、ひなってめっちゃこけし顔かもって。こけしに似てる、なんかこけしのあのちっちゃい目に、そう、今の待ち受けは目が閉じてる写真。あ本当？よかった、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。よかった。なんかだから目閉じてる写真あんまりダメなんかなと思って、そのツイートを見た時になんか目閉じてるのあんまダメかなって思ったんだけど、よかったです。よかったです。そう、私の目閉じてる顔がこけしに似てるって言われました。でもすごく納得、自分でも納得しちゃう。似てる似てる、なんか開けててもこけしだもん。つぶるともっとこけし、つぶるともっとこけしに似てる。次の生誕祭の T シャツこけしにしようかな。和風な生誕 T にしようかな。グッズ買いいね、こけし、ヤヒコけし。だってヤヒコ顔は私こけしに似てるもん、絶対すごい自分でも思うもん。ヤヒコけしっていうさキャラクター作ろうかな。グッズ化にしようかな。ね、なんか弥彦村ってちょっとこう和風な感じじゃないですか。もう名前からしてさ和風じゃん、弥彦って。だからこうちょっと弥彦消しっていう和風なキャラクターを作る。あんまりさキャラクターを作るときにさ、アイドルが自分のさキャラクターを作るときに和風なキャラ作る人なんていないじゃないですか。みんなウサギとかクマさんとか多いけどさ、こけしなんて絶対ないよね。いけるかも、ヤヒコけし。ヤヒコけしっていうキャラクター。生写真じゃどっちの方法も使えない。そうなんですよ、生写真だと目つぶるっていう方法も使えないし、横顔でっていう方法も使えないんですよ。それが本当に辛いところなんですよね。でももう癖になりすぎちゃって、生写真撮影してる時もこうやって目閉じちゃうんですよ、癖になりすぎて。あやばいやばって思う、いつもやべやべ、もう本当癖になってる、目つぶるの。あいいね、木で作ったリアルなグッズ出せたらいいね。確かに木で作ったリアルなグッズ出せたらもっといいね。でもとりあえず私すごい納得なんです、自分がこけしに似てるっていうのが。すごい納得なんですよ、めちゃめちゃ自分こけしに似てる。
消しに似てる。だから弥彦消しっていうキャラクター作ろうか。うんうん、サイリウムじゃなくてコキシフルワ、怖っ。でもいいね、コキシ型のサイリウム作ってもらおうよ。コキシ、コキシがピンクと緑に光るコキシ。まあね、そんな感じで、そんな感じで、そんな感じで、めっちゃいいね、でもめちゃめちゃいいね。もろ、ちょっと考えてみるわ。でもまあ、私がこけしに似てるっていうお話でした。でも似てない？本当に。本当に似てない？本当に似てる。めちゃめちゃ納得しちゃったもん。ちょっと最初一瞬傷ついたかなって一瞬思ったけど、でもよく考えたら傷つく必要ないじゃん。だって本当に似てるもんってめちゃめちゃ納得しちゃった。めちゃめちゃ納得してしまったんですよ、そのツイートを見て。確かに似てるやんって。そう。めっちゃ似てる。はい、ということで今日の配信はこれで終わりにしたいと思います。ランキング読みます。13位、中さん、ありがとうございます。12位、よしかずさん、ありがとうございます。11位、たけしさん、ありがとうございます。10位、犬さん、ありがとうございます。9位、石ころさん、ありがとうございます。8位、日焼けさん、ありがとうございます。7位、わーくんさん、ありがとうございます。6位、たけのんさん、ありがとうございます。5位、ととちゃんさん、ありがとうございます。4位、ゆうとさん、ありがとうございます。3位、ましおさん、ありがとうございます。2位、やっきーさん、ありがとうございます。第1位、アグさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、お昼はこれで終わりにします。夜はまた後ほど時間を連絡するので、ぜひまた見に来てください。コメントとギフトたくさんありがとうございました。また夜に会いましょう。またね。お昼からありがとうございました。午後も頑張りましょう。またね。ありがとうございました。